終わりました。衣装とか普段色ついたの着れない、ね、先生で、うん、なんか最初は白いみんなしか見てなかったので、うん、ちょっとなんだろう変わってるって思ってたんですけど、もう見慣れてきてメンバーに見えてきましたね。やったー。逆にあのハコマスの楽屋にいるこのアイスさんの衣装を着たメンバーがいると逆にアイスに見えちゃうんですよ。みんな髪型も今一緒だし、お互い似合ってるなって。似合ってます。可愛いです。なぜっていう感じ。ココさん、はい、ココさんの小出娘さんカバーしてるやつ、はい、を一緒にやらせてもらいました。アイスにはない感じの曲で、うんうん、初めてじゃない、あの、ああいう曲、うん、ああいう曲、大人っぽかった、大人っぽかった。演技するとことかも、うん、確かに、なんか教えてもらった時にここは相手を追いかける感じでみたいな、すごいシナリオがあるって思って逆にね、この衣装はね、おこむすにはない。そう、すごい元気だったから、なんか疲れちゃいそうな、すごく楽しかった。盛り上がるみたいな、盛り上がる、そうね、なんか今日きっかけですごくなんかお互い仲良くなれたから、これからもね、また呼んでください。またぜひ。ありがとうございました。